大谷翔平さん、めちゃくちゃラフな格好で出勤してしまう。こんなラフでいいんか？ショーイーサー服装の乱れは心の乱れやぞ。寝巻きのままだろこれ。これ買い占めるわ。普通ちゃうか。やっぱファッションって何でもいいんだな。身長さえあれば何でもかっこいい。全身スポンサー人間。いつ見ても客つば闘神。重要なのはスタイルの良さだわな。大谷じゃなければ職質されそう。パジャマのまんまやん。やっぱファッションはスタイルと顔なんだよ。ワイラがコンビニ行く格好やん。肌触り良さそうな寝巻きや。こいつスポンサーを言い訳にして服考えんでいいことに喜んどるやろ。これ6月16日発売のニューバランスの人気スニーカーの新色やぞ。大谷ってスポンサー以外の服着るんかな。スタイルいいからこんな格好でも様になる。試合開始ギリギリまで寝てるんやっけ。お高いんでしょ。そのうち寒い普段着にしそう。これで出川哲朗が同じ格好しててもええの？このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。